ゲームの戦争を始めました。はい、どうも。もういきなりもう冷やし中華始めましたトークでもう始まりましたけども、どうも春菊豆腐です。短編実況としてゲームオブをまあやっていこうと思います。やることがあんまないんで、サクッと終わらせたいです。もうサクッと終わらせたいんですけども、もう街がもうこんなにまでもう成長しちゃってます。これはもう影でやった結果です。で、影でやった結果です。これはまあ無課金でここまでできるっていうのは、まあクラクラはありえませんからね。普通にありえませんからね。無課金でここまでできるっていうのはあんまりありえないことなんですけど、で、世界がめっちゃ広いんですよね。一応言っとくと。で、俺の軍隊です。めっちゃ多いな。で、確か両軍ソットは今触れられない。オッケーオッケー。で、舞台はこんな感じです。で、村に戻りましょう。で、村に戻って、まあ、とりあえず、まあ、もうここまでも研究済みです。あと、罠の数は、まあ、だいたい、コーンタール2万個作りました。5日かかりました。使うはかかりました。で、回収できれば、これ最初使えないんですけど、今日、急いでも研究しても、もう使える状態になっています。で、あと、まあ、自分の同盟作ったんです。まあできたらね、まあ DK2 ツスンって呼びますけども、まあ入ってみてはいかがでしょうか。まあのんびりやるのが俺の同盟なんで、まあそんな焦らずのんびりとやるっていうのはのが目標です。まあ学童院の方も結構増えてきましたけどね。で、これがすんごい時間かかって、って終わったんです。71日もかかるっていうのは、クラクラ以上ですよね。多分クラクラでもそんなに時間かかんないと思うんだけどね。で、いろいろもあって、こちらは何の画面ですけども、何の画面かっていうと VIP 画面です。現在俺の VIP は9です。こんなに得点があります。で、最初の時です。最初の時とは全く大違いではありませんかっていうことですね。もうこれ見ただけでもわかるでしょ。もう VIP1 と9ではどんだけ違いがあるっていう、これはすごいですよね。で、有効ではありませんってなると、得点を受けられなくなってしまいます。通常状態に戻ってしまいます。で、ここクエスト今何もないんですけどね、結構あって、で、デイリークエストと同盟クエストも自動完了しちゃうんで。で、VIP クエストは、まあ、前のように待つだけっていう。簡単すぎます。まあ、次、エンパイア太ります。